市大名町 S 様に国産仏壇熊本100年納入させていただきましたご新築おめでとうございます金箔が吹いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が転職永田後期でございます2022年 2月の26日、今日は土曜日、6時3分、外気は一度、朝動画でございます。玉名市大名町 S 様、ご新築おめでとうございます。 やっぱですね、一生一代の大仕事。S サバはですね、特にですね、もう言い出しですね、私は建築屋ですって。だけでもですね、今まで自分の家自体はもう古いのに入られてですね、一生懸命頑張ってこられて、夢が叶いましたって、もう本当におめでとうございます。もう一生一代の大仕事、心よりお祝い申し上げます。でですね、えー、こちら、こちらですね、ありがたいことに納入させていただきました。こちらのお仏壇ですね。 はい、熊本100年国産仏壇日本製でございます。あとですね、よいしょよいしょ。はい、こちらですね、あこういう感じかな。中に LED 照明あの、当店はですね、中に必ず LED 照明、今は消えてる状態ですけどね、LED 照明も金仏壇にすべてお付けいたします。あの、ハイカラな技術をつけてますね。はいはい。で、えー、こちら、お客様の家紋が丸に木工でございます。 お仏壇の上の方に家紋取り付けあとですねよっこらしょこちらにもありますけどおりん金にもですね24金蔵岩で彫り込みます丸に木工非常に形が綺麗ないい家紋ですねあのこういう形でこれは店飾りですからよっこらしょこれは店飾りですけどねこれはですからこれは丸に立花という家紋これ実はうちの家紋なんですよはいはいはいできまーす かなりり大型のお林をお付けしておりますこの横お仏壇にはですねやっぱりお仏壇自体がかなり大型でございます S 様の家はあのですからこのお仏壇に合わせてですね一見仏間を作っていただきましたあの当店はですね完全オーダーメイド対応日本の名人職人様令和の名工大坂4兄弟様が生地から日本製ですよでですね いいよこういう形でですねこちらにいらっしゃいますねこちらの常務様と工場長様ですね真心込めた天然漆の手塗り仕上げでございます今合成漆の吹き付けスプレー塗装とかもあるんですけど見てください真心の輪島漆器の技術を生かして丁寧に職人が仕上げます これ、塗るハケなんですよ。これ、女性の髪の毛で作ります。こんなにたくさん種類あるんですね。一本の仏壇を塗るのにもですね。毎朝ですね、調合されます、木漆を。やはり、その日の温度、湿度によって、微妙に職人の勘でですね、変えていかれるんですね。こういう感じで、手塗り仏壇、輪島漆器の技術を生かした天然漆の手塗り仕上げ、素晴らしい顔仏壇です。 あの、これ、S 様もおっしゃいました。私も職人だもんねって、大工だもんって。だから、よかつはわかるって、やっぱ見に来られたんですよね。で、見に来られて、ああ、やっぱいいのはわかるわ。やっぱこれはよかって。オタクンとは違うって。じゃあオタクから顔を変えてご注文いただきました。もう本当にありがとうございます。まあそういう形でですね、真心の天然漆。まあこれから、これ、お輪も24金造眼で彫り込んでおります。で、お道具も24金仕上げ。これですね。 全部24金をかけておりますね。こうやって、これはかりム、これはろうそくでこちらがお線香てですね。綺麗ですね。あとですね、銀、こちらは24金だったですね。あと銀仕上げもできます。これ銀仕上げ。これは銀仕上げですね。どちらも可能でございます。これはもうお客様のお好みで。 こういうのをやってるのは熊本のうちだけですよ。あとですね、当店から国産の海運神棚、名古屋製の海運神棚も購入いただきました。誠にありがとうございます。ご新築ですからね。まず先に神棚様を納入させていただいて、その後、こちらの国産物産国産海運神棚。 あの、熊本100年をですね、納入させていただきました。まあ、そういう形でですね、えー、すいません、ちょっと長くなりますけど、もう一度ですね、玉名市横島町の S 様ですね、国産仏壇熊本100年ですね、納入させていただきました。新築祝いご注文、初代の会長様、やっぱ建築会社を会、あの、いっぱいおっしゃいましたね、私も職人ですと。 いい品は見て分かりますとおっしゃっていただきました。まあ、ありがとうございます。本当ありがとうございます。えー、買うなら本物、親子三代、百年拝むばいって言っていただきました。ありがとうございます。立派な日本製でございますので、我々もですね、胸を張って納めることができます。令和の名古大坂四兄弟親方様、えー。本当にですね、もう真心。 素晴らしい職人様でございます。輪島漆器の技術を生かしてですね、丁寧な手塗り仏壇でございます。本物の仏壇です。我々も胸を張って納められます。はい。まあ、あの、玉名市の S 様、この度はおめでとうございました。ご新築、心よりお祝い申し上げます。はい、ここまで。 この動画を見ていただいてありがとうございます。今日は長くなりました。すいません。皆様の開運ご発言。お祈り申し上げます。